豊明節へは、大城祭の後に行われる節への共演。古来、大城祭に続く二日間は、新国を供した雪国、月国が芸能などを展覧に入れる節へがそれぞれ行われた。明けて三日目、皇位継承に関わる諸行事のすべてを締めくくる共演として行われた。白酒、黒木が振る舞われ、クズによる、クズ層が報じられ、く舞い、 古姉妹、五節米等が回れた。平安時代では主にブラックイン、後に四神殿にて行われた。大正、昭和時は即位礼に列席した祝賀施設への供応を兼ねており、三度に分けて行われた大凶の儀の二日目は祝賀施設向けに様式の晩餐が供された。また、全国各地で地方共戦が行われ、地方の名士らが大正度は、 約8万5千人、昭和度は約22万人が参集した。平成以降は即位礼と大上祭の間が長くなったため、即位礼の直後に共演の儀が別に行われている。大正時の大京の儀金南正現在の大京の儀においては、天皇皇后の御座の後に屏風が二式八わさわりが建てられる。これ母高さ十二尺。 幅三十尺八寸四分でその図は千年、松山水の図、対象の大上祭に際して、今を経年の筆により絹に記号された墨絵である。また、両側上座壁面には、雪地方風俗家屏風、月地方風俗家屏風が付設され、合宿も肌増しに、それぞれの地方の春夏は秋冬の景色が描かれた。さらにそれぞれの季節の和歌が宮内町の依頼を受けた、歌人によって読まれ、 万葉仮名で色紙に記号され、二枚当てその屏風の左右両を上隅に貼られた。また、天皇皇后の御前には、両地方の風景を取り入れ衣装した、須浜台が置かれた。雪国、須木国において、農林水産物十五品が、県や関連団体の推薦によって選定され、それぞれ県物として正面に陳列され、式部官長がその色目を創造した。 これは古来の世知恵で両国の産品を食べと物として、献上、弁官がこれを創造したことに習ったものである。共演に際して下舞が披露される。最後に天皇皇后が生け花を供し、また書院に賜った。ありがとうございます。